車窓に万代山を望む会津鉄道で大学同窓生3人は会津若松を目指す。県立博物館近くの公園、我ら同志社の創始者新島城の妻八重は緑の中銃を持ち静かに立っていた。会津若松は八重のふるさと。会津藩砲術師山本家の菩提寺大龍寺。八重は昭和6年点在していた山本家の墓をこの地に合葬した。豪快な筆致がうかがえる墓標の大寺は八重の直筆。八重は戊辰会津戦争において断層姿でスペンサー連発銃を手に新政府軍を相手に1ヶ月の攻防を最後まで勇猛に戦った。その鶴ヶ城、現在天守閣には明治大正昭和まで生き抜いた八重と兄角馬の歴史が詳細に展示されています。落城の際、八重は怒りに震えながらこの句を壁に残しました。飯盛山を訪れると不思議な建物さざえ堂があった。寛政8年建立のもので、内部は二重の螺旋階段になっている。こちらは白虎隊十中烈士像を祀る宇賀神のお堂。参道を上ると広場にローマ史から白虎隊の精神に感銘を受け贈られた碑があった。戊辰会津戦争で戦死したり自ら命を落とした会津藩女性たちの慰霊碑。奥まったところに飯盛山で自決した白虎隊のほか、16歳から17歳の少年で編成され各地で戦死した白虎隊烈士の墓があります。中には現代の著名人演者の名が見て取れます。
時の藩主松平容保の戦士たちを弔った句碑。白虎隊の2番隊20名は合戦場から退却、砲火の中飯盛山にたどり着き、遥か鶴ヶ城の天守閣が黒煙に包まれたのを目にして、もはや落城したと思い、主君に順次全員が自決。ここがその無念の血を流した慰霊の地。山のふもとの白虎隊会館には、一人だけ生き残った飯沼貞吉によって明かされた悲運の歴史が展示されている。八重は戦死せず、敗戦後苦労を重ね、やがて角間のいる京都で新島城と出会い、八重のもう一つの人生が始まり、時は経ち、昭和7年永眠した。京都で京都兄のそばに眠っている。北海道函館から会津若松まで、我らが学の創始者新島城と八重の足跡を訪ねる旅は、今回をもって終わりとなった。